にこの永田と鈴木というのはもうおそらくもずっとやり合っていくんだろうなと。そうですね。そしてリング上はこの永田と青柳ブルーコンビ、今鈴木が下がっていきました。そしてこちら永田と青柳、青柳の力も良かったですね。そうですね、よくこう鈴木との対戦で、はい、なんかこの負けてなかったっていうか、そうですね、ガンガンいってたんで、はい、まあ良かったですね、はい。第5試合勝ったのは永田裕二、最後はバックドロップで切って取っています。記念すべきシックスメンタッグマッチ、6人の輝かしい歴史を持つ男たちがこれからやってまいります。ジャイアント馬場さんが全日本プロレスで掲げた明るく楽しくそして激しい戦い、全てがありそう。コロマサユキ全日本プロレス MMA レッスルマンにファモスターと渡り歩いた河野正幸、男の中の色男、数林健太郎氏、猛牛今王道を行く天山博義、まずこの3人。ピアノのイントロから壮大なる調べにつながります。戦いのキャリアそのもののよう、アントニオ猪木さんの新日本プロレス、ジャイアント馬場さんの全日本プロレス、しのぎ合い並び立った時期がありました。激突があった夢の数々、その時を経て小島さとし、諏訪間、武藤圭司、佐藤氏、いっちゃってください、田島聡、サッカーヘビー級の選手が宮原旅館の諏訪間、全日本プロレス現三冠ヘビー級チャンピオン諏訪間、武藤圭司、そしてプロレスリングマスター武藤圭司、レフェリー和田恭平、全日本プロレスでは史上初の六冠王座体感もあった武藤、砂漠はもちろんこの方和田恭平レフェリーです。東京後楽園ホール、まだ歓声を上げることはできません。しかし心からのそれが聞こえてくるかのようでもあります。役者6人、大きく強い偉大なる面々、さていかに相対するのか。一声あげたわ小島、思い出されるのは名タッグ天小路、その2人の戦いからスタートです。今ゴングが鳴らされています。ブルーのマット上、ロックアップからのスタート、
さあ放送席小橋健太さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すさまじい熱気できましたね。そうですね、もう天童の選手は大丈夫なんですかね。そうですね、その現在はグレートオーカーンウィロスプレイのユナイテッドエンパイアと放送があって首の負傷を見たんですが、はい、その間2週間欠場を経てやってまいりました。大丈夫なようですね。そうですね、こうした攻撃の中からもでも小橋さん、はい、それが分かりますね。そうですね、気合を入れ直して、うん、モンゴリアンチョップに関しては打てるのか打てないのかという今封印をめぐって今封印、ね、されてしまったわけなんですね。ですから天小路の小路、小島選手の方がそれを放ってまいります。この2人は三冠ヘビー級と IWGP ダブルタイトルマッチもありました。あれが2000、その年のプロレス大賞 MVP にも輝いたわけですね。残り試合時間15秒というところで ありましたね、天山選手が脱水症状、はい、戦いを続けることが不可能となった、うん、そんな結末も歴史上残っているわけです。そして髪の毛を金髪に染め上げている諏訪間、対するは河野です。大きな2人、193センチが左腕、右腕を伸ばしてこれを握り返してくる諏訪間。諏訪間選手も大きいですけどね。いや全くですね、河野選手はでかいですね。もし馬場さんがご存命なら、はい、河野選手とかこう好きなこう選手になるんじゃないですかね。そうですよね、はい、よく知られているところですけれども、馬場さんは大きいファイターが大好きだったそうですね、ということですよね、はい、この2人はその条件しっかり叶っています。叶いすぎるほどに、そして対外国人という点でもきっちり向こうを張って、うん、そうですね、その王座戦線で踏ん張ってきたのが諏訪間という存在ですよね、はい、デビュー最短でチャンピオンカーニバル制覇、三冠ヘビー級王座獲得もそうです。打撃からはグラウンド、ヘッドシザース。さあ河野の方はかつての諏訪間晃平のジャーマンスープレックスに敗れ、総合格闘技に転向なんていうこともありました。そして再び全日本プロレスに帰ってきたのが2009年、強くなって帰ってくると約束をしたのが赤コーナーの武藤敬司社長だったなんていうこともあったんですね。そうですね。さあ和林がやってきた。こちらはユニバーサルプロレス入門からデビュー、道の駅プロレスからメキシコ、アメリカ戦線、全日本プロレス入りはプロレスリングマスター武藤敬司の呼びかけによるものでした。その武藤が出てきた。レッスルワンをフィールドとしてもこの2人、さまざまな戦いの1ページ1ページ、サイドヘッドロックからここはロープを使う、スムリとスライディングからキック、首投げを見舞ってくる。この2人の戦いっていうのも小橋さん、そのウエイトとしてはジュニアヘビー級の数、そうですね、そしてもちろんヘビー級武藤、うん、その条件はありますけれども、ここで見られるっていうのは本当に興味深いですね。勝つ選手ジュニアヘビー級なんですけど、はい、まあヘビー級に負けない、やっぱりそういうテクニックを持ってますからね、はい、それを持って現在はプロレスリングのあの杉浦軍でも活躍しています。それから新団体グレイトの最高技術顧問というそんな横顔もあります。この最高技術顧問なんていうところがいかにもテクニシャンらしい。そうですね、今もロープをこのコーナーを蹴って、はい、それね、今の技はね、はい、僕も若手の頃よくやりましたよ。コーナー駆け上がって投げるっていうのをよくやりましたね。小橋さんデビュー当時はウェイトは何キロぐらい？95、6はあったと思いますよ、はい、デビューした頃は、はい、そこからも120キロ台ですね、はい、あった時で123ぐらいですかね。どうも、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 どうも
でもそうしたその体格の変化などというのもレスラーは追いかけていると本当に面白いものですよね。そうですね。さあ小島がやってまいりました。武藤と小島も切っても切れない中、その2人のつながりは NWO ジャパンであったり、それからあ今声一括天山に対してですね、しかし小島君の声はよく通りますね。これでまたあの言っちゃうぞがあるわけですからね。よく通る。今皆さんもそれ場内合唱したいでしょうね。そうですね、声出せないですからね。いや全くそれは悔しいところなんですが、そうした現状をもこのリング上吹き飛ばしてやれと、スワマのダブルチョップ。ダブルチョップは重いですね。これは全く胸板破壊そのもの。そして抱え上げるサイドバスターで叩きつけていく。片足しっかり押さえて片エビ固め。それでも数が返していきます。ボストンクラブの体勢となるか。スワマは全日本プロレス絡みでいきますと三冠王座、大冠、7回最多という記録があります。ヘッドバット、天山がやってくる。もう一撃。やっぱり、ね、いつもの癖出そうになりますよね、はい、ついそうですよね。モンゴリアンチョップ、はいはい、小橋さんももしかしたらそういう技ってあったんじゃないですか。チョップですね。チョップ、まあ、封印されたことはないですけど、はいはい、やっぱりどうしても出ますよね、いやここはカッターを見せたロープを間に置いて、それを飛び越えてのボディープレス。天山とのタッチ、数林です。小地数が知られているんですが、カズと天山でモンゴリアンチョップか。武藤に対して、いやここも踏みとどまっています。また走るとやはり意識するのは小島聡。これはお返しということでしょうね。そうですね。ああ顔面かきむしり。さあ武藤敬司は新日本プロレス闘魂三銃士としてデビュー。グレート豚がありました IWGP ヘビー級王者、その輝かしい戦い対 UWF インカー NWO ジャパン、全日本ではバッド結成。社長就任もありましたが、 G1 クライマックスとチャンピオンカーニバル両方制したのも初めてという武藤。また数がやってまいります。手の内は十分分かっているという中、おお、モンゴリアンチョップですよね。これシャープですね。よりシャープなキレがあるコンパクトにという中、シャイニングウィザード、これ一撃で流れを変えてみせるプロレスラブ。武藤さんの膝、はい、調子良さそうな、まあそのもう何度目かわからないぐらいの手術を経てですね、はい、今はプロレスリングの篠崎豪選手の頂点ですよね、はい、GHC ヘビー級へのチャレンジが2月12日に待っています、はい、うわーここはチョップ連打、小橋さんに見てもらいたい、その目の前、ここは2階バルコニー放送席です。ですがその迫力、うわー聞こえてきた、いっちゃうぞバカ野郎。トップロープからさあダイビングエルボードロップ、いっちゃうぞエルボーをカウントするは和田恭平さん。数が苦しくなりました。小橋の一連のエルボー、ローリングエルボー、後方に回ってジャーマンスプレックスの体勢、飛びつくようにして DDT。 小島いかがですか。いいじゃないですか、動きいいですよ。そうですね、はい、鋭さもある。アーンドスプリングでここはハイキックを見舞っていきます。これも得意の攻撃、小地カズ対決。小島はこう語っています。全日本時代はほとんどカズとはタッグだったと。そうですね、よくタッグ組んでましたね。ありましたね。切れない縁というのがこの時を経て2021年、当然天小地もそうです。頂上決戦のあった2人、最強タッグリーグ
優勝もありました。そこに姿があったのが諏訪間。さあ今は天狗子がぶつかり合っています。ブレーンバスター、ちょっと斜めに角度つけていきましたね。ただ一撃から覆いかぶさる。まだカウンター2で返しています。誰が登場しても見どころ満載。ヘッドバットからさらにアナコンダ殺法への布石となったんですが、それは分かっている。ローリングエルボー、ヘッドバットへ、シューという呼吸が聞こえてくる。その天山にコシコシ勝った。殿下の宝刀一撃炸裂。さあそしてもう誰にタッチするかですよね。そうですね、誰と誰の対決も面白そうですね。諏訪間と天山です。ショルダータックル、重いな、重たい、重い一撃ですよ。現在の三冠ヘビー級王者です。上げるぞ伊藤。あの最強タッグ決定リーグ戦、思い出される2人の戦い。ここからはマウンテンボムに近い形、ショルダースルーに切り返したということでしょうかね。ここはそうですね、足元をニールキック。天山の蹴り、そこに河野がやってくる。俺もここにいるぞ、このランニングに。諏訪間との戦い、そこからの奮起があった河野。元をたどればアニマル浜口ジムでの鍛錬を経て全日本プロレス入り。その浜口ジム同窓生は小島さとしも名を連ねているんですが、左のラリアット低空飛行ドロップキック、武藤が来た。ドラゴンスクリュー、まだその足離していません。逆の足へ、足四の字固め。そうですね、リング中央決まってますね、見せてくる。外さないとなればその危機を察してパートナーがやってまいります。まずに天山、あの新日本プロレスライオンマークの黄金時代いくつかありましたが、その一つを彩った天山と大武藤、飛び込んで思い切った蹴り、左のラリアット、数の攻撃もあり、ビッグブーツ16もキックを、おお、そしてこれ脳天からだけ割るからランニングネックブリーカードロップ。馬場さん見ていてくれますかと、メッセージ伝わるかのような攻撃ですね、ですね。あ、そしてさらに、おお、来た、捉えていたところ、さらにラリラットは継承ウエスタンラリアット、下からでしたね今。そうですね、バックドロップ、ラブポーズ、歴史の商人たちが躍動する中、最後に決めたのはプロレスラブ武藤敬司のシャイニングウィザードです。河野正幸を沈めたメインイベント、東大という表情、ナチュラルボーンマスター武藤、この2人で決着となりました。勝ったのは武藤、諏訪間、小島組です。さて小橋さん、はい、まず今の思いから聞かせていただけますか。はい、今の思いから聞かせていただけますか。もうね、やっぱりこの今日のこの馬場さんの興行がですね、本当になんかしっかりこの3人で締めてくれましたよね、はい、いや全くですね、それぞれの得意な、あ、マイクあります。今日は俺にとって味方の選手も敵の選手もみんな今はリング、戦うリング全然違う場所なんだけど、
同じ釜の飯を食った仲間たちで、本当に今日今いい空間、心地いい時間だって、これもひとえに馬場さんのおかげだと思っております。馬場さんありがとう。そして皆さん、今日コロナ禍の中本当に来場ありがとうございます。ところで、俺が最後に見た時お前ら仲悪かったよな。今日いいように機能してたよ、いや、ね、こういう時じゃないと、言えないからちょっと言わせてもらう。小島さん、俺は今までいろんな感情を持ってあんたと接した。だけどよくこの長い時間感じてみて分かった。俺が間違いだった。小島さん、これからは、ね、先輩後輩いい関係で、もう一回石川お願いします。ありがとうございました。小島と諏訪間は2017年8月に対決がありました。不完全燃焼の決着を見たわけなんですけれども、まあそれも今こうして肌を合わせてみてという現状でしょうね。さあ、そして馬場さん、元子夫人が見つめる中、王者の魂再びこの東京後楽園ホールに。小橋さん、お気持ちはいかがですか？いやー、なんか馬場さんを近くに感じますね。そうですか。はい、小橋さんもさまざまな縁を伺ったというふうに今大会の解説でもお話は伺いました。そうした風に馬場さんが今もみんなの中で息づいているってことになるわけですね。そうですね、みんなの心の中で生き続けていると、はい、はい、思います。それから武藤選手の言葉にありました、もう今はみんな違ったところで戦っているんだけれど、はい、という中でもこうして今リングに上がればしのぎを削ることができるっていうのも一つポイントですね。そうですね、もうね、みんないろいろなやっぱり現役を引退した人もいる、まあ、僕もそうなんですけど、はい、ね、あのいろんな仕事に就いている人もいる、その中でやっぱり、みんな戦っているんだと、はい、まあ、もちろんリングだけは戦いじゃないです、はい、まあ、人生そのもの、人生がもう戦いですから、はいはい、今そうですね、はい、昨年からこのご時世ですから、はい、そうした戦いを続けても苦しい苦しいどん底という方も数多い、はい、コロナでやっぱりもう世界中大変なことになってます、はい、本当に、ね、もうコロナで本当に苦しい中、みんな戦い続けてるんです。そうですね、はい、だからもうね、リングだけじゃなくみんなやっぱりそういった戦いを、ね、はい、負けないで頑張ってほしいなと、僕も、はい、もちろん頑張りますし、はい、みんな頑張ってほしい、はい、馬場さんが
生きていたらなんというかなんていうことを、ね、考えてしまうんですが、まあ三沢さんがよく言った言葉ですけど、はい、たらればっていうのはないと、はい、言ってましたけど、はい、馬場さんが生きていたらとか、そういうことはないですけど、はい、でも馬場さんはそういう心、まあ、いろいろなことを教えてくれました、ね、はい、そうですね、僕はもう現役を引退してるんですけども、はい、プロレスラーは怪物であれと、はい、そうですね、そういうことを教えてくれました。それしかしリングを降りたら、はい、紳士であると、はいはい、教えてくれました。これからもそれを体現してください。それはもう今でも僕の心で生き続けます。はい、さあ小橋健太さんにお話を伺ってまいりました。それでは再びジャイアント馬場激闘の歴史をご覧ください。ジャイアント馬場、本名馬場翔平、1938年1月23日新潟県三条市に生まれる。1955年読売巨人軍に入団。その翌々年入団した長嶋茂雄が初めてキャッチボールをしたのが馬場翔平選手でした。その後プロレス界に身を投じ、1960年9月30日台東体育館でプロレスデビュー。トップロープ、これを人またぎにしてのリングインに会場はどよめきました。1965年第3代インターナショナルヘビー級王者に君臨。67年アントニオ猪木との BI 法でインターナショナルタッグ王座を獲得。1972年全日本プロレスを旗揚げし、翌73年初代 PWF ヘビー級王者となり、38回連続防衛という不滅の大記録を残しました。1974年にはジャック・ブリスコをマットに沈め、日本人として初めて NWA 世界ヘビー級王者につきました。また一方でその人格、人柄から多くのレスラーに敬愛され、トッププロモーターとして世界のマット界の信頼をも集めたこと、これも忘れることができません。そしてまたリングを降りた時の馬場翔平氏について語らせていただきます。吉川英治、山岡宗八、司馬遼太郎等々歴史小説を愛読され、家康に学び、真田幸村の生き方に惚れ、自らは大空と流れゆく雲、大地と荒野、そして波涛を好んで絵画に描き、一方では狩星切唄など愛情を帯びた民謡を好む趣味人でもありました。1998年60歳の誕生日還暦し記念試合、健在ぶりをアピールいたしましたが、翌1999年1月31日午後4時4分永遠の眠りにつきました。61歳の若さでした。世界の巨人ジャイアント馬場、心優しきプロレスラージャイアント馬場、馬場さんが築いた明るく楽しく激しいプロレスを私たちは忘れません。馬場さんありがとう。本日は馬場さんの栄誉をたたえ追悼の10カウントゴングを捧げます。皆様恐縮ですがご起立をお願いいたしました。ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。